ぱりまだみんな10代なんで、まあ、割と喧嘩とかもよくするし、じゃんけんぽん。まだ子供なのかなみたいな。ああ。やっぱり本気だからこそ、まあ、ぶつかる時ももちろんあるんですけど、プライベートには干渉したりしないので、特にそれが原因で揉めたりとかはもちろんしないです。本読むの大好きですね。エッセイ本とかも読みますし、小説も普通に読みます。意外となんか気遣いとかちょっとしたことに気づいてくれるっていう感じです。作ってくる曲に関してはやっぱりすごい詩のセンスはすごいあって、かっこいいですね。なんかセンスがすごいと思います。歌とか、あ、僕は基本的に音楽だけです。まあ、僕の一個下なんですけども、やっぱり僕よりもすごい大人だなと思いますし、しっかりしてますね彼は。ギターのうまさが同い年とは思えないんですよ。なんかタイガはまあ、いい感じに立ち回りというか、本当にどこの社会でも生きていけるような感じ。一番みんなのことをちゃんと理解できてるというか、大人っぽいなって思います。日はちょっと子供かなっていう印象で、話す内容がなんかちょっと変わってるっていうか、結構独特なベースのラインを作ったりしてきて、そういうのも結構センスがあるのかなと思ってます。ベースで影響を受けたのは XJAPAN とか LA ですかね。ゲスキワとかインディゴとか、ボーイが一番好きです。マイヘアイズバットさん、あとクリープハイプさんとかですね。聴いてきた音楽が違いすぎて合わないですね。その最初から音楽の方向性っていうか、聴いてきたものが違うからこそ、それがむしろいい方向に曲作りの方には向いてくれてるんじゃないかなと僕は